どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。平井しない例を書いております。で、奥さんなんですけど、はい、そのちょっと今日漫画と関係ないんですけど、時計をたしなんでおりまして、時計好きなんですけど、はい、まあ奥さんからするとね、何がそんなに楽しいんだっていうのが多分伝わってないので、ロレックスの魅力を教えてもらうっていう YouTube です。イエーイ、はい、話長いんですよね、カッピーどれロレックス、はい、ロレックスだけじゃないよ。全部やるの？さっきロレックスだけって言ったじゃん。全部やる。これは何？これショパール。ちょっとこの水気をさ水気をさ、ちょっとさ、気をつけてくれるこれ落としたらやばい？やばいよ、ちょっと積んだ状態で動かさないでよ。はい、まあ、あんまりね、その動画でこう何持ってるかとか紹介したことなかったんで、ちょっと一個ずつ、この時計はここがいいんだぞと。はい、教えてください。同じじゃないぞと。早く教えて。はい、買った順？買った順でいい？買った順でそれは何？これはショパールです。ショパールは知ってるでしょ？知らん。あ、ショパールだって宝飾じゃん、宝飾品じゃん。え、マジで知らん。アクセサリー知らない。そうなの？カルティエショパール。知らない。ブルガリ。知らないの、やばいよね。これはやばいですね。今上がる。じゃあカットして。カット。ショパールは本当にあの有名です。ちょっと高いのでもしかしたら知らなかった。すごい、箱も厳重。そうなんです。見して箱こうね、こういう感じで、あの箱の中に箱が見えない箱の中に箱が入ってまして。いくら？値段言う？値段はいっか、調べてもらって、はい、これが一番最初に買ったの？これ最初。なんで買ったの？めっちゃかっこいいじゃん、うん、うわ、見て光ってる、うん、普通ね、腕につけてそれやるよね、その箱の状態で。箱の状態だって見たいじゃん。時計を一番見たいんだって。そうじゃあつけてみましょう、うん、ショパールの魅力は？じゃあ歴史からお願いします。ショパールはでも本当にその宝飾品、あのアクセサリーとか、そのゴールド素材のさ、宝飾品とかですごい、あの、まあ、一般的に認知されている有名なブランドなんですけど、うん、時計も作ってて、でそういういわゆるその宝飾品系の、そのジュエラーって呼んでんだけど、うん、本当に中身も外装も全部めちゃくちゃこだわってて、他のその専業の時計ブランドに全く引けを取らない、あのクオリティの時計を出し続けておりまして、そんなショパールが近年新たに出した時計というのがこれだから、あのすごいね、若い時計です。でこれはその去年の新色なんで、本当に最近の時計。なんでさ、ロレックスとかさ、めっちゃ有名じゃん、うん、誰でも知ってる、時計ならロレックスみたいな感じだ、うん、なんで一番最初にショパールにしたの？これはですね、センスを見せたかったんですね。センスを見せたかったんですね。最初にやっぱり、最初のレックスは邪道？あ、全然あの普通はそうじゃん。普通っていうか、あのまずロレックスに憧れてっていう人がすごい多い中で、さすがよくご存知ですねって言われたかったんですね。あ、ショパールを買う人は時計めっちゃ詳しいと思うよ。オタクはショパール買うみたいな。最初にショパール行かんと思うよ。でもこのアルパインイーグル、あ、その名前言ってなかった、そのショパールっていうブランドの、アルパインイーグルっていう時計なんですけど、これは本当に今すごい人気になってて、高級時計アルパインイーグル欲しいって最初になる人は多分増えてると思う。これね、前もあの買った時の動画を出してますけど。あ、そうなんだ、うん、これはね、でこれね、グリーン、アルパイングリーンっていう名前の色なんですけど、これ結構珍しいっていうか、まあ、あの毛ツルツルじゃない？毛はいいのよ。だからこのジュエラーならではというか、ジュエラーだから、その、ね、本当にこのブレスがもうキラキラなのよね、うん、でこれね、決してそのゴールドじゃないから、そのステンレスなんだけど、あのステンレスとは思えないこの
宝飾品のような輝きをしているっていうのが、うん、このアルパンイーグルの魅力で一つですね、うん、であとこの文字盤のこの感じですよ。はい、あのイーグルのさ、鳥のさ、目の交差をイメージしてるんだって。まあ普通は、うん、この時計を買えば一生満足ですよ、うん、もうおしまいですよ、これで一生いけるところを、やっぱもともと時計が好きだったんで、うん、憧れがあったんで止まらなくなったと。はい、で次が、はい、あ、順番間違えた、最初これだ。あ、最初それだ、最初これだ、最初これ、ロレックス、最初実は某ファッション雑誌の某編集長から買ったロレックス。かっこいい、かっこいいよね、うん、日清の、はい、これはね、ロレックスのチェリーニっていうドレスウォッチですね。これは私つけれそうじゃない？あ、つけれると思う。時計の種類がいろいろあるんですけど、うん、その種類でその使用シーン、うん、どういう時にする時計っていうのが、まあ大体なんとなく暗黙のルールというか決まってまして、うん、まあこれは小ぶりのその二針って言われている、そのまあ二針ね、二本の針だから秒針がないのよ、うん、でこの二針のドレスウォッチって言われるこの、まあいわゆるこのなんかさ、お父さんがつけてそうなさ、この革ベルトのすごいシンプルなこういうやつをドレスウォッチって言うんですけど、うん、ドレスウォッチの二針はもう本当にドレスの中でも一番主張が少ないものだから、うん、冠婚葬祭につけれるっていうのがこの二針のドレスウォッチですね。だから一本持っとくといいよねっていう、革はね正規じゃないやつにカスタムしてるんですけど、ちょっとね普段スーツ着ないんでつけるシーンがすごい少ないんですけど、はい、いい時計です。まあちょっとロレックスのスポーツウォッチは後でまとめてやるか。はい、でこれか、これがヤフーニュースにもなったジブリパークで買った限定100本のブライトニングのクロノマットじゃねえや、ごめん、ナビタイマーか、ナビタイマー、実際は革ベルトなんですけど、これも変えてます。ベルト NATO ベルトっていう軍物のベルトに変えてるんですけど、こんな感じでね、ここのよく見るとポルコロッソあれ、あ、ポルコ、この豚紅の豚、あー、分かんない、はい、ポルコはいます。これよ、これ、本当だ、このポルコよ、これね、はい、この飛行機に乗ったポルコがこの上で飛んでるっていう、これもまあ一言で言えばこの紅の豚モデルっていう話なんですけど、うん、まあもともとそのこう飛行機のための時計なんですよね、これ、うんうんうん、原型が、うん、だからそれにポルコのコラボすごく相性いいよねっていうやつ。どうして買ったんですか？好きだから。これもさ、どうして買ったんですかで好きだからじゃん、うん、だから正直ちょっとつけてないよね、うん、記念で買った感じだったからちょっとつけてないんだけど、だからあれ、この前君たちはどう生きるかの時にこれつけてたよ、俺。気づいてた。俺つけてたの気づいてた。注目してた。はい。っていうジブリ関連のイベントのここぞという時にこれをつけてます。はい。はい、ロレックスです。はい。ロレックスのいわゆるスポーツウォッチ系というか。ロレックスマラソンしてますね、あなた。でもさ、まだ10回は絶対行ってないじゃん。確かに。そんな行ってないかじゃん。まだマラソンとか言うほど行けてないんだけど、それにしては打率高いと思う。運はマジでいい。最初のロレックスは中古、最初のスポーツウォッチ中古。あ、そうなんだ、うん、これです。最初はこれエクワンって言われてるやつ、エクスプローラー1です。一番女子受けするんじゃないですか。これが一番はめてるやつだっけ。一番つけてる。
これ毎日これだね基本。なんかない限りこれ。うーん。これね。うん。こういう感じで。ちょっとお腹鳴ってんだけど。もうすごいよ。聞いたことないお腹の鳴り方だった。ちょっと甘えたお腹。お腹の音は甘えてたよ。うーんって言ってた。これいいっしょ。いい、うん、つけやすそう。なんか本当になんかこれぶっちゃけ一旦買っとこうぐらいの気持ちだった。その後に GMT2 とか、うん、あのデイトナとかああいう、うん、そのなんかすごいチヤホヤされてるモデルがいくつかあるんだけど、あのその前にその一旦持っとこうと思って、これなら絶対使うだろうし買っとこうぐらいのつもりで買ったんだけど、今だってこのもうロレックス急に増えた中でももう一番これ使ってる。これが一番使い勝手はいい。なんかランク的にはどんな感じなの？まあランクではあんまりそのロレックス分けないんだけど、難しいよこれ。だからすっげえ人気、すっげえ人気だし、昔からずっとあるから、あのもう超定番なのよ、うん、激レアではないって感じ。そのランクとかじゃなくて激レアではないっていう表現が正しいかもしれないです、うんうんうん、でもあのその中でもこのエクスプローラー1っていうモデルの中でも年代で結構違うんですよ、うん、そうロレックスの面白いところは発売した時期によって仕様が違う、うん、仕様？その内容が違うんです、はい、つまりだからこれ同じモデルでも年代によって仕様が違う、うん、で同じこと言いました今同じこと全く同じこと言いましたね一言一句本当に中身が違うケースからその単純に見た目もパッと見違うっていう時もあるし、うん、もうマニアが見比べないと分かんない違いもあるし、うん、その違いの度合いは様々なんだけど、うん、とにかく年代によって違うんです。うーん、まあでも多分車とかもそうなんでしょうね、うん、そのそういうこういう工業製品っていうのはやっぱりちょっとずつあの良くしようと思ってさ、あだから iPhone もさ、あのさ、なんかさ、違う。iPhone も、はい、その本当にガラッとそのコンセプトから変えるときに初めて名前まで変わると、エクスプローラー2っていうのが出たりとか、そういうことあるんだけど、そう同じ名前でこうちょっとずつあのマイナーチェンジマイナーチェンジってしてるのが腕時計のこう面白さであり、初心者が意味わかんなくなるポイントでもある。だからあの。エクスプローラー1も昔のね、うん、あのアンティーク時計みたいに言われるやつになってくると本当にもうとんでもない金額になったりするんだけど、で時計にはまってくるとエクスプローラー1持ってんのにあの年代のエクワンが欲しいってなってきちゃうんですよ。あ、そうなるともう沼ですよね。私さ、なんか全然時計がわかんないのよ、はい、何がいいのか、じゃあまず教えて。何がいい？なんでそんなハマってんの？何が良くて時計買ってんの？それでもちょっとさっき考えてたんだけど、うん、だからこれまでその洋服結構さ、なんかちょっと派手めなものからいろいろ洋服着てたじゃないですか、うん、洋服でなんかその今日の気分出せるときはあんまり、うん、最近さすごい洋服もシンプルじゃないですか、うんうんうん、僕その無地の T シャツとか、うん、シンプルな服を着るようになって遊びどころがこの辺になってきたって、ね、うん、わかるでしょ。でもなんか ここだからえそんな理由で時計ハマったって、そういうのもある。へー、でもなんか本当に時計をこだわり、時計のこの針のこの文字盤のここが好きとかないの？あるある、もちろんある。じゃあ教えてください。もちろんあるよいいのいいの、そんな話しちゃっていいの？うん、はい、いいよ、はい、その回でしょそうそうか、で私に魅力を伝えない、時計好きになってもらわないとダメなんだよ、私が。わかりました。まずね、
はい、なんでこれ選んだか、エクワンの中でもなぜこれにしたのか、はい、エクスプローラー1っていう時計はもともと探検家の時計なんですよね。エクスプローラーっていうのが探検家っていう意味なんですけど、だからドレックスってさ、すごい高い高級時計ってイメージかもしれないけど、まあ、実際そうなんだけど、エクスプローラー1はその探検に使う時計として作られたんです。だからいくら傷ついてもかっこいい。だって傷だらけの方がさ、本当はさ、こいつ本望なわけじゃん、うん、そのために生まれてきた時計。じゃあもうガンガン落としたりなんかぶつけたりしても全然平気ってこと？強い、かなり強い。わざとやるもんではないけどね、もちろん、うん、でもすごい強い、うん、でそういう探検家のタフな堅牢な時計としてこう人気を博し、某キムタクさんもつけて、それで人気爆発みたいな感じだったんだけど、これずっと発売当初から 36mm っていうちょっと小ぶりサイズだったんですよね、うん、でこれはその中で初めて 39mm っていうちょっと大きめ出ましたっていう時期の年代のものなんです、うん、それの後期型っていうやつなんですけど、うん、まあそこまで言うとね、わけわかんないと思うんです。まあポイントとしては、うん、ずっと小ぶりだったのがちょっとでかくなった。でこの 3mm の差って時計でかなり印象を左右するんで、うん、定番のさ、そのなんか、まあ、バーキンとかさ、ああいうケリーとか、ああいうさ、みんなが知ってるカバンのサイズがちょっと大きくなったらさ、まあ賛否あるじゃん、うん、多分元に戻してくれっていう人も大勢いた、うんうん、やめてーみたいな、俺のエクワンはそんなでかくないみたいなさ、うんうん、でも賛否ある中で人気にもなった。これが欲しいっていう人も、まあ時計ってそんなもんだけど、その俺はこっちの方がいい、俺はこっちの方がいいっていう世界だから、で、まあ、39mm のエクワンつって、まあそれはそれで定評を得ていたんですよ。で俺はそっちがいいなと思って、まあ、っていうのも、結構洋服もオーバーサイズとかだし、やっぱりさっきのさ、ドレスウォッチの説明でもあったみたいに、やっぱりちょっとちっちゃければちっちゃいほど、そういうドレス寄りな印象になるから、俺はこんぐらい欲しかった。うん。なんかちょうどいいなと思って、このサイズは。うん、で、39mm エクスプローラー1が人気の理由の一つが、一つだったのが、その後、またモデルチェンジして、36mm に戻ったの。だから 39mm 時代は10年間ぐらいだった。だから戻ったから、あれやっぱりロレックス側も元の方が良かったのかなって思うじゃん、うん、でそれでその間なんか、まあ 39mm 時代があったよねっていう感じだったんだけど、うん、今年か、今年 40mm が出たんです。だから今は 36mm のエクスプローラー1と 40mm のエクスプローラー1が、2サイズ展開で発売してます。はい、最新作。はい、でも昔は39mm 時代があったよ、うん、そういう話です。だから今はその大きいのもエクワン、ちっちゃいのもエクワン、両方エクワンだよねっていう、みんな仲良くエクワンつけようっていう時代になってるけど、それのだから、かつてそれのイメージの元を作った 39mm 時代ですよ。やっぱりこれが根強い人気があったから今復活したんだと思ってます。これは何 39? あ、はいはいはい、はい、だから昔の大きいやつ。あー、だからいいってことね。だから俺は好きなんだ、ね、いい、はいはいはい。だからまあ俺がこれ買った後に 40mm 発表されたんだけど、おだからもう二度と出ないんじゃないかと思ったら出たっていうだけなんだ。あー、まあ、でもそれだけやっぱりやっぱ定番になったんだよね、うん、っていう時計です。だからそのさっきのストーリー性、うん、探検家のため の、うんうんうん、その時計であるっていうのを含めて毎日デイリーユースして、そのわざとはやんないけどなんか傷が増えてってもいいなって思ってる。だからこことかハワイでさ削れたんだね、これ本当だ。ここ削れた時俺実はハワイでへこんでた。知らなかった。人知れず、ちょっとこれでへこんでるとなんか家族に悪いと思ったから人知れずへこんでた時。でも今はもうへこんで、
傷つくもんだから、傷ついてた方がかっこいい、方がっていうわけじゃないけどね。あ、そうなんだ。傷ついていてもかっこいい。あ、はい、てかもう普通に素朴な疑問なんだけど、はい、なんで時計ってそんな激高なの？高いですよ。え、なんで、なんで？あのね、中身の機構が違うんですよ。じゃあ次2本目の時計を紹介しながらその話します。ティッシュ取って、はい、へー、時計がなぜ高いか、はい、これはあのね、永遠のテーマなんですけども、じゃあ2つ目に買った時計をちょっと紹介つつ、うん、でまあそれで言うと、そのこれが僕が持ってる中で一番高い時計ではあるんですけど、なぜ高いかの説明に適してるんじゃないかなと思って、はい、ロレックスの箱は4種類ありまして、 SML の L ですね、これはね。だからこの大きさでだいたい価格帯がまあぶっちゃけわかるという感じです。この上はもう XL しかないんで、うん、XL はもう、え、値段が高いと箱が大きくなる？値段で決めてんのかはごめん、わかんないけど、でもまあぶっちゃけ値段だと思う。ちょっと邪魔じゃない？結構ちょっと邪魔だよね。だからまあ本当に興味ない人は箱を捨てたりするで。へえ。だって使わないもん。多分使うとしたら売る時ぐらいだけど、俺はなんかここに戻して、はい、戻すこともあるから、その、デイデイト、デイデイトです。これもうめちゃくちゃかっこいいんですよ、デイデイト。しかもさ、ロレックス初めて行ったぐらいに買ってたよね。そう、初めてそのエリちゃんがなんか銀座のファッションブランド見たいみたいに言って。え、そうだっけ？うん、そうだよ。そうそうそう。え、ついでにその前にちょっと寄らせてよみたいな。あ、そうだっけ？そうだった。あ、そう、今ロレックスって全然買えないんですよ、うん、まあご存知の人多いと思うんですけど、それで買えるまで足しげく通うことをロレックスマラソンと呼んだりするんですけど、うん、まあそんな言葉もあるぐらいだから、その言っても何も買えないだろうなと思って、でもなんか時計にハマったし、エクスプローラー1つけてるし、うん、なんかやっぱり興味あるなと思って、なんかね、俺もちょっとロレックスマラソンデビューしようかなみたいな感じでね、うん、行ったらこれが出てきたんですよ、デイデイト、うん、で、あのデイデイトずっと欲しかったんで、これマジでかっこいい、やばくない？このさ、これもさ、だからさっきのさ、あのアルパンイーグルみたいに、このやっぱ輝きがこういかつい、うん、なんかもう高いっすっていうさ、オーラがやっぱ違うよ、ね、私高いっすよっていう。でこれは素材がホワイトゴールドなんだ、だから金なんだよこれ。あ、そうなんだ。だからまあ重い、マジで重いよね。マジで重い。何キロあるんだろう。キロはさすがにないけど、もう重い。でこれもね、くしくもアルパンイーグルのようにそのグリーンなんですよね、うん、だからなんかグリーンに愛されてるというか。でグリーンってさ、ロレックスのコーポレートカーラーだから、うん、めちゃくちゃ運いいのよ、うん、普通に店頭で買ったんで22年のギャランティーがついてます。デイデイトは何用なの？デイデイトはですね、はい、大統領のための時計と呼ばれてまして、これのブレスレット、このブレス部分が、うん、他のどのモデルとも違うんです。うーん、結構そのロレックスってさ、いろんな顔つきのあるやつがいて、うん、でもここのベルトの部分は似てるじゃん、うん、あれはオイスターフレックスっていう、あ、オイスターパーペチュアルっていう、うん、名前のベルトなんですけど、うん、あれがロレックスの発明の一つと言われてて、すごい便利なベルトなんですよ、うん、だからあれがまあロレックスの代名詞なんだけど、これはもう違うじゃん、うん、見た目違うじゃん、うん、これ何っていうと名前がついてまして、はい、プレジデントウォッチ、プレジデントベルト、プレジデントベルト、はい、で大統領ベルト、大統領ベルトなんです。だから高いの。
だから高いっていうか、あのまあぶっちゃけゴールドだから、まずだから話戻すと、あの時計ってなぜ高いかっていうと、まず、まあ、中の機械がめちゃくちゃ複雑なんですよ。車とかさはあのでかいからさ高い感じするけど、うん、もっと言うとあのただでかいだけじゃなくてさ、うん、複雑だから高いわけじゃん、うんうん、俺もやっぱだから車みたいに複雑さが時計に詰まってるって考えたらさ、それは高いよ。複雑なのよ、とにかく中身が。でも普通のさ、あの普通の時計はそんな複雑じゃないでしょ。そうなんですよ。これがね、もうね、時計好きじゃない人からすると永遠の謎です。あのそれはクォーツって言うんです。クォーツ、これクォーツ時計なんだけど、あのこれ、まあ、マラソンウォッチっていうあの軍物の時計なんですけど、うん、クォーツっていうのはまあ、電池式ですよね。電池で、うん、それを原動力に、動かしてるんで、うん、まあ狂わない、うんうんうん、ちなみにクォーツかどうかの見極めるのはそのこの針の運針がカチッカチッカチッってさ、こうクッククってなるじゃん、うん、ちょっとうちのお父さんみたいなことやんないで秒針がさスイーって動いてんじゃん、うん、これがまああじゃあ電池か電池じゃないかの差は一つある。そうクォーツか機械式かっていうので、うん、あの多分そこが一番大きく分かれる、うん、まあもちろんその何事もさ例外があってクォーツで高いもの、うん、あの機械式で安いものあるんだけど、うん、基本的にはそこが一番大きく分かりやすく、うん、で機械の中でもあのどれだけ複雑にいろんなことをやってるかとか、うん、あのそういうところがまあキリがないよね、うん、もうピンからキリまで。でそれで言うとこのデイレートはその中でも日付と曜日が出てるんですよね。日付と曜日、本当だ、こうここに出てまして、はい、日付と曜日で時間狂わないだから高いのかって言われたら、うん、それだったらスマホでも分かるよね、うん、だからでそれで言うとこいつだってあの出てんのよ日付で、日付絶対狂わないのよ、うん、でデイレートとかもすごい精度高いんだけど、うん、たださ機械式だから置いといたら数日で止まるじゃん、うん、こうやってこうやって お父さんムーブしないとさ止まるわけよ、うん、だからこいつがいくら優秀でも置いといたら止まって狂うのよ、うん、でこれは机の引き出しに入れっぱなしでも狂わないのよ、うん、電池切れないから限り、うん、数年は、うんうん、だけどあ多分リアルに 100倍違うのよ。何が？値段が、うんうんうん、こっちの方が100倍いいのよ、うん、なぜ？でもやっぱロマンだよねこのさみんなが欲しがってるから人気だから高いみたいな。それはねちょっと誤解がある。あのロレックスなんで高いの？人気だからは誤解がある。あの一部誤解がある、うん、定価もそれなりに高いんですちゃんと、うん、だってさその定価だって普通にこれまあちょっとこの話の流れだからあえてね値段は言いますけど、うん、まあ500万ぐらいなんですよ。でさっきのエクスプローラー1が今の定価わかんないわ。買った時でいいんじゃん。俺定価で買ってないから。あそっか、うん、多分100万ぐらいだ。100万ちょっと切るかなぐらい、90とか多分そんな感じなんだけど。でよく言われている超人気モデルデイトナとかは170万ぐらいですかね、お店で、うん、いわゆる正規店で買えたら。だから高いじゃん、うん、そりゃ高いじゃん。それその値段は物としての値段、純粋に、うん、純粋に物としての値段で、人気だから高くなってるで言うと、それが転売された時の値段はそれは人気が関係してるよね、うんうんうん、でも人気だから価値のないものが高くなってるわけでは決してない、
定価がそもそも高い、うん、っていうのはちょっと抑えておいてほしいなと思います、はい、でまあ卵が先か鶏が先かだけどやっぱりあの物がいいから人気が衰えないっていうのがでかいよね。だから本当にさ、エリちゃんのお父さんもロレックス好きだと思うけど、ロレックスっていうか時計が好き、うん、そのやっぱり昔からファンがいるよねっていう、うん、だから腕時計なぜ高いかっていうとやっぱり一番はその複雑なものだからっていうのが一個大きい。あのでやっぱりこの外装の磨きだよね、このさっきのさ、だからデイデイトも分かりやすいけどさっきのアルパインイーグルとかもやっぱりジュエラーだけあってすごい凄まじい綺麗さなのよ、ピッカピカなわけよ、うん、で興味ない人からするとなんでこんなさ、なんかさキラキラしたものつけてるとさちょっとさなんかやらしいと思う人もいるかもしれないけど、あの時計好きがキラキラさせてるのは、うん、このキラキラがその職人の技なんだよっていう意味なのよ。あのなんかさお金もなんか よくさなんかあの漫画とかでも悪い金持ちがさ金キラキの時計してたりするじゃん、うんうん、でも俺からすると金時計ってすごい上品なものなのよ、うんうんうん、あのやっぱり外装のこの磨き方とかがすごい差が出るから、うんうん、まあこれは金じゃないけど、だからさっきの言ってること分かると思うんだよね、このまるで金のような外装の磨き方、うん、これはあの本当の金で、うんうん、だからその金じゃないのに金みたいっていうのがやっぱり素晴らしい腕の見せ所なのよ。時計をキラキラさせてる人がいたらやっぱりその人は時計好きだと思うんです。はい、うん、だからあのみんなキラキラさせていいと思うんだよね何の話よでこれがまあ初めて買ったロレックスですね、うん、で文字盤もすごい好きな色だったからもう気に入って、これ結構してるよね。これはレストランの時とかとかロレックス行く時、あロレックス行く時もあの店員さんに見せたいからつけてるってこれは傷つけたらダメなやつ。いやそんなことないよ、そのやっぱりロレックスはどれもその使ってなんぼの時計だと思うから傷はついていいんだけど、まあ俺はあんまりつけたくないですね。でもあの今はつけたくないっていう方が正しいかもしれない。おじいさんになって結構年齢いった時にもう傷だらけのデイデイトをつけてたらそれはすごいかっこいいと思うんだよね。確かにおばあちゃんがバーキン持ってたらめっちゃかっこいいもんね。でおばあちゃんがさあの新品ピカピカのバーキン持ってたら、うん、ちょっと違うじゃん、うん、なんか若い頃無理して買ったんだよねみたいなバーキンをさおばあちゃんが持ってたらすげえかっこいいなって、うんうん、っていう感覚が分かるじゃん。それと同じだから今傷ついててもなんかさ、うん、なんか中古で安くなってたのとかさ、うん、思われんじゃん今傷ついてたら。でも50ぐらいになって傷がいい感じについてたら、うん、あ昔から使ってんだね使ってるんですねっていうさ、なんかそのそういう感じ。この辺からやっぱりもうロレックスに俺ロレックス運がいいんじゃねえかって思って、ロレックスマラソンというかちょっとなんか予定が合えばロレックス寄ってくみたいなロレックス寄ってくみたいなさ、うん、そっから増えたじゃん、うん、そんでこの前あのデイトナルマンっていうのが出たんですけど、うん、そのそれがねまあ買えないと、うん、まあどこにもまだ入荷すらしてないと、うん、で入荷したとしても俺みたいな一般人が買えるのかっていう、うん、それぐらい人気のデイトナのルマンっていう限定じゃないんだけどその、まあ、ルマンっていうレースの100周年モデルが出たと噂されてるんですけど、それをこう探そうと思って、うん、あれが買えるんだったら俺は通ってもいいなみたいな風な気合で、うん、誕生日にね、うん、行きましたよね、その、うんうん、忘れもしない、7月23日私の誕生日の日に、うん、俺はロレックスマラソンをするって決意して、うん、俺はロレックスランナーになるって決意して、うん、
で一緒にロレックス行ったじゃん、でなかったじゃん、うん、でなくて俺がへこんだじゃん、うん、へこんでなんか一人でシュンってああみたいな、誕生日なのになみたいな、うん、何も変えられませんでしたっつって、うん、悔しくて、うん、なんかで次の日なんか朝起きちゃったんだよね、うん、なんか朝行ってたよね、そう24日の朝に、うん、ちょっとムカつくわと思って、なんかいや初日にムカついちゃって、うん、なんかマラソン初日、うんうん、でなんか結構さ塩対応だったよね、そのデイデイとか、そうかな、いやそう普通横にいた奥さんはそうは思わなかったんだけど、うん、俺はだってデイデイと買った時と比べたらさ、それはそのさデイデイと買った時はさもうさすごかったじゃん、うん、あのお客様みたいな感じだった、まあ、それはそうだよ、それはそうだよ、ね、だからさ普通にさあーなんかつまんねえのと思って、うん、それが翌日になっても朝起きてやっぱつまんねえなと思ってやっぱムカつくなって、うん、本当にじゃああったら買えんだよなみたいな、だから、うん、じゃああるまで行ってやるよみたいなさ、うん、もうちょっとムキになって、うん、7月23日初日、7月24日2日目朝午前中もう開店と同時に行ったの、うんうんうん、ロレックスに、あで話長くなりましたけど、たね、はい買えまして、開店と同時に行ったら買えました、そうそうそう、もちろんルマンじゃない、デイトナルマンじゃない、デイトナルマンないですかね、ないですよねって言って、そしたらなんか他に欲しいものないんですかって言われて、うん、まあ第二希望いつか買おうかなと思ってるのはGMT マスター2というモデル、そっからもうなんかちょっと向こうがピクリってして、もう漫画みたいにピクリ、ちなみにお色はみたいなさ、そっからなんか質問なんかさ恋愛ゲームみたいな感じ、質問を正しく答えたら付き合えるみたいなさ、そっからなんか質問のやつが見えたもんね、ちなみにお色はお、なんか入ったぞみたいな、なんかルートに入ったぞみたいな、でこれはいけると思って、でまあ普通に素直に欲しい、うん、このベゼルのやつでこのベルトのやつでって言ったら、それがドンピシャあってたどり着いたんです、それが誕生日ロレックスです、はい、これもかっこいい、これかっこいいね、 GMT マスター2っていうモデルでして、かっこいい、よくそのファッション好きの俺みたいな感じの男性が欲しがるロレックス筆頭としてはまあデイトナかこれだよね、やっぱ GMT マスターすごい人気です、へ、はい、これはいいですよ、この中でもこの GMT マスターってまあちょっと歴史を話すと、普通に航空機というかパイロットのパイロットの時計なんです、うん、で GMT ってそのちょっと話長くなるからかあれだけど、2つ以上の時間帯を同時に分かるっていう、だからあれよ、世界時計っていうか海外いる時に日本の時間分かるとか、なんかそういうのが複数時間帯を見れる時計っていうんですよ、でそれの機能のことを GMT っていうの、だから GMT って聞いたらあそういう複数の時間帯をっていう、で GMT マスター2はその今 3つの時間帯をこう見れる時計としてあるんですよ、3つもパッパッとハワイの時そっちつけたら怖いな、ハワイでこれつけんの怖い、はい、っていう機能としてはそうなんだけど、うん、これ何がやっぱ人気こう話題になるかっていうと、うん、ねこのベゼル、この周りのこの外周のさこの色、うん、色がいろんなパターン組み合わせがあるの、うん、これは黒と青なんだけど、うん、これがなんかバットマンって言われてる、うん、色合わせ で、うん、で他のはペプシって言われてたりとかコークとか、なんかそういうこの色合わせあれっぽいよねっていうのでなんかあだ名がついたりして、そういうのもすごいチャーミングで、で俺はそのやっぱ洋服青が多いから、この GMT 買うならこの青黒ベゼルだなと思ってたんでこれにしました、すごい、はい、
思ってた色があったんだね。あ、そうそう、もうこの色、これはもう普通にかっこいいっす。これだからめちゃくちゃ人気でございますよ。はい、どうです、わかりました？わかりましたか？なんとなく、うん、でもなんでそんなに高いのかはよくわかんなかった。時計が、それはでも、ちなみにじゃあこれ定価120万なんですけど、うん、高い高い普通に高くない？高いよ高いよ、うん、けどやっぱ時計好きからするともうこれがさ、全然安い。やっぱ普通に買おうとするともう250万ぐらいするっていうのを知ってるから、店頭で120万で買えるチャンスがあったら。でもなんとなく分かりました。でもカッピーはロレックスが好き。ロレックスいいね。ロレックスやっぱなんかね、最初ちょっと話戻るけど、うん、その王道だからちょっと避けたかったのね。なんかそのショパール行ったんですかみたいなさ、うん、そっちに行ったんですね、センスあるっすねって、まあ、言われたかったっていうか、その自分も そういう方をちょっと開拓してってセンスを磨きたかった、うん、ショパールやっぱ憧れのブランド、うん、だから入り口ショパールっていう、うん、超珍しいパターンだったけど、うん、最初に買った時計ショパールって珍しいと思うんだけど、まあそこから入って、でもやっぱエクスプローラー1に出会い、やっぱ普通にめちゃくちゃ使いやすいの。うーん、でロレックスってやっぱそのスポーティーな印象があるから、どんなモデルも、うん、やっぱね、さっき言ったようにちょっと傷ついてもなんかいいやって思える、うん、そう、やっぱね、ショパールとかはね、気は使うよね。やっぱジュエラーだから、ジュエリーだからさ、ジュエリーは傷つけたくないじゃん、なんとなく、うん、でもその、うん、こういうツールウォッチだったらなんかまあ使うために生まれてきたものだしって割り切れるから、うん、なんかそういうのも自分に合ってて、やっぱ気兼ねなくつけれる方を使っちゃいな、使っちゃうな。うーん、今一番欲しいの追いかけでしょ？いや要は現行品だから、うん、オイパペは今売ってるから、うん、あれば買えるのよ。あ、で値段もね、オイパペは70万とか、まあ比較的、まあ、あれば買えるなって感じだから、うん、わしはね、デイトナのね、現行品じゃないやつが欲しいんです、まあ、だからそのルマンを探したんだけど、うん、やっぱね、もういろんな時計好きから、時計の専門 そのプロの方とかとお話す機会があるときに、うん、ルマンはどうしたら買えるのか聞くんですよ、うん、ルマンは買えないと思いますって言われる、うん、どんなにその努力じゃ買えない、うん、運じゃない、努力でも運でもない、買える人は決まってる。あー、うん、決まってんだ、うん、だからね、知らんけどなんか王だよ。へー、そこまで行くんだ。なんかの、いや王って例え話よ、そのわかんないヒカキンさんとかさ、うん、そのさ、何かの王よ。うーん、何かの王じゃないと買えんか、あれは。あれは運でも実力でもない、いや知らん、もうっていうか、でもそもそもやっぱ日本に数本しか入んないものを狙うのはちょっと現実的じゃないなって、うん、そこでですよ、はい、でもなんかルマンはなんで好きかっていうと、その文字盤が他と違うのよね、うん、でそのなんか、あ、デイトナも文字盤でこんな印象ガラッと変わるんだなみたいな風に思ってた時に、過去のデイトナを見たんですよ、うん、それまでね、アンティークヴィンテージはちょっと無限に世界が広がるから怖くて見てなかったんだけど、うん、なんか見ちゃったんだよね、過去のデイトナを、うん、それでまあポール・ニューマンとかさ、そのなんかいろんなね、有名な、モデルがあるのは知ってたんだけど、その中でね、
エルプリメロっていうモデルが、エルプリメロモデル名じゃないんだけど、エルプリメロと呼ばれているデイトナがあるんです。欲しい。あれ、この前見てたやつ、作り返ってたやつ、あ、そう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 、うん、6と9がひっくり返ってるとかね、そのいろんなそのインデックスのなんか話があるんですけど、その中で私が欲しいのがあって、それがあのブラウンアイって言われてる、焼けてるやつ、焼けてるやつ、すごくない？すごい、もう詳しくない？詳しくなってる全部やっぱさすがね、全部こう吸収して、吸収力高い、吸収力高いです、はい、ダイソンと呼ばれていますそうなんです、あのブラウンアイとかパトリッツィとかって呼ばれてる、あれしかも理由が分かんないの。え、理由が分かんないの。何が、なぜ焼けてるのかが判明してないの、あれ ただ単になんか本が日焼けしたとかそういう話じゃないの。毎日使ってたからじゃない、日に当たってじゃない、そのあ、だそうかもしれないけど、あの何が原因か判明してないの。怖い話、急に急に怖い話だから、あれパトリッツィ結構怖い話よだからあれよ、だってあの日本人形のさ、髪の毛が勝手に伸びてなんでか分かんないけど髪の毛が伸びたんですよって言ったら呪いじゃん、うん、なんでか分かんないけど文字盤が茶色くなるんですよって言ったらパトリッツィなの。怖だからあれ本当に分かんなくて、しかもちょっとまた怖い話すると、うん、あれトリチウム、あのトリチウムで光らせてんの、あの夜光、あのこうやるとさ光るじゃん、うん、今のは普通にあの違う塗料なんだけど、昔はそのトリチウムっていうその、まあ、放射線出てる物質なのよ、うん、だからなんかそれがなんかそのあんまりやっぱそれ使うの良くないよねってなって、近年違う塗料に変わったんだけど、へー、だから昔のそのトリチウム夜光っていうのが人気あるの、色が違うで、トリチウム夜光だからちょっと色が変わってるんだろうって言われてるんだけど、トリチウム夜光時代の中でも変わんないものももちろんあって、ほとんど変わんない、うーん、でもなぜかたまに変わってる茶色く変色する個体が存在するんですよ、うん、怖い話、怖い、これだからそういうと怖い話だけど、うん、時計界ではパトリッチダイヤルって言われて、もう憧れの的です。茶色いがかっこいい、もちろんそのいろんな思想のコレクターがいるから、とにかく綺麗な方がいい人はむしろマイナスだよね。でもなんかあのやっぱりその時計の歴史とかそういうストーリーとか含めて興味ある人は、あのもう喉から出が出るほど欲しい、パトリッチダイヤルっていう。でその中でもやっぱり色が濃ければ濃いほど高いんだけど、なんかそんなにめちゃくちゃ濃くなくていいのよ。でも他のと比べたらちょっと色ついてるよねっていうやつをこの前銀座で何本か見つけて、うん、あのまあだから銀座ぐらい時計がある場所だったら、うん、あのまあちょっと色ついてるぐらいだったら何本か見つかるんですよね。それ欲しいそれが欲しい、はい、仕事頑張ろう頑張ろう。いやこんなにテンションが高いカッピーを見るのは久々です。私も嬉しいですナレーションナレーション、はい、今あのエンディングのナレーション、エンディングのエンディングのナレーション、はい、それで時計をこうやって買い始めて、とても元気になったカッピーを見れて、妻として私はとても嬉しいでございます、はい、なのでこれからもコレクションとして大切に時計を愛してください。はいでもここ数年一番元気じゃない？一番元気、時計調べんの楽しい、うん、時計俺今動画向けだからさ、あんまりその専門的なこと言わなかったけど結構詳しくなったよ、結構詳しくなったと思う。だからこんなこと言うとあれだけど昔のスニーカーだよね、うんうん、スニーカーもこのブワーってさやっぱり詳しくなったし、うん、スニーカーはだからもうあのはっきりしちゃった好みが、うん、だからあのどんなに良くても買わない
っていう、あの履かなければだって毎日一足届いてたもんね、昔、うん、昔はね、頭おかしくでもだから今も結構その勢いでさ、なんか結構後輩に心配されるぐらい時計買ってんだけど、あの今はその本当に趣味の入門編として、うん、あのもうだからショパールからブライトニングからロレックスからで、その中でもストレスからスポーツからっていういろんなところをいろいろ知りたいっていう時期なんですよ、うん、ファッションもそうじゃん。それを一周して、うん、あのやっぱり自分に似合うのはこの辺だなってさ、うん、分かってくるわけじゃん、うん、本当にその段階だと思ってて、うん、そのままコレクターになる人はそのまま行くんだけど、あの俺みたいにそのスニーカーとかはさ、結局ファッションっていうか自分のために買ってる。めっちゃトイレ来た。いいトイレ。いいよ。エルプレメロ目指してちょっと今、まあ多分秋には買ってるな。え？夏か秋には買ってるな。そんなすぐ手に入れる。バイバーイ。ありがとうございました。